皆さんおはようございます、りなです。ちょっと今日は今週初めてのお休みです。で、私またやっちゃったんですよね。1ヶ月ぐらいジム行けず、で食事管理せず過ごしてました。なんか私太り始めるとお腹と顔とこの腕あたりがめっちゃね、なんかうわお肉ついてきたなって感じるんですよ。スリムピットちゃんを飲んでたんですけど、まあ体型っていうか体重はキープされました。やっぱり運動と食事管理ができてなくて、まあお肉が結構ついてきたわけなんですよね。で、今日はダイエットお休み中からの切り替えする時の私の1日のルーティン動画ですね。そんな感じでお届けしていきたいと思います。じゃあ今の私の状態をお見せしたいと思います。こんな感じ。やっぱね、わかる？なんかお腹がボヨンってしてる。あとここの脇肉とか腕とか結構すごい。やっぱね、運動しなかったらほんまに体に出る。腹筋はね、若干上の方は薄く出てるから、まあ食事管理と運動やったらまたすぐ戻るかなって思うんですけど、まあ私的にはまあ太ったかなっていう感じはあります。じゃあ今からちょっと体重測りに行きたいと思います。はい、こんな感じの朝ごはんです。リンゴ、バナナ、みかんでオイコスの加糖とアーモンド乗せたやつです。なんか今日はフルーツ食べたい気分やったんでフルーツ盛りです。特にその明日からダイエット再開っていう時に食べるものは絶対これみたいなのは決めてないです。じゃあいただきます。はい、皆さん改めましておはようございます。朝ごはん食べてメイクも終わって、で今日は2時から健康食品のミーティングがあるんですけど、それまでは何もないのでちょっと時間も自由に過ごそうかなと思ってます。今からちょっと実家に戻ってきなこちゃんのお散歩に行ってきたいと思います。はい、見合い見て引っかかってんの嫌やね落ち込んでんもんな。なんか無性にたこ焼きかうどんを食べたくなって、でたこ焼き食べてもお腹いっぱいならんよなっていうことで丸亀に行ってきました。はあ、なんかほんまに明日からダイエットできるのかなって心配になってきた。今日のアイスコーヒーめっちゃ調子よくない？めっちゃ入ってんねんけど、めっちゃ嬉しい結局会社に来ました。今からね、健康食品の商品撮影のミーティングなんですけど、でも早く販売したいっていうこともあって、韓国で撮影したかったんですけど、ちょっと今回時間がなさすぎて、ちょっと日本の方で私の感性とかと合いそうな方を探して、その方と今からミーティングです。商品をお届けするにはその写真のコンセプトとか写真の見せ方とかそういうのをすごい大切にしていきたいなっていうのもあるんで、で私すごいこだわり強いんで、うん、だからその場所に絶対行かないといけないんですよそう、だから今からそのミーティングします。見て、食後のティンクルクランチ、今日初ティンクル、1日1ティンクルしてる。これティンクルクランチの販売が1月9日から1月11日までの3日間あります。これも再販希望がめちゃくちゃ多くて、もうね、市販の他のチョコレート食べれないんですよ、甘ったれすぎて。あ、これがほんまにいいチョコレートの味なんやっていう感じがする。ティンクルクランチ食べてくださってる方はもうやめれないと思います。だから今回皆さんお買い逃しのないようにお願いします。じゃあちょっとティンクル食べながらミーティングの準備をしたいと思います。お腹空いたからさっき買ったおにぎり食べてまた頑張ります。夜ご飯はサムゲタン食べます。スープだけかと思ったら鶏肉入ってたからあんまり嬉しくないけど、自分で作りたかった。キムチとサムゲタンです。今からおやつタイムをします。こんなんしてるから太んねん。明日からダイエット頑張れって言ってんのに、今日で最後にしたい
はあ、今日一日終わりました。なんかさ、いつもさ、今日お休みなんですとか言っといて絶対仕事知ってるやんな。したくないんですけど、ほんまにしないと、うん、間に合わへんこととかも結構あるんで、いや、気持ちは休んでます、いつも。メッセージとかで、りなさん無理しないでくださいねって、体のことまで気遣ってくださる方が本当に多くて、皆さんいつも気遣ってくださってありがとうございます。私のオフ、完全に休みっていう日が正直ないので、なんか私が完全にオフな時は韓国に行ってる時で、韓国でも出張で行ったりするから、まあ、結局オフではないけど、日本でしかできない仕事とかもあるので、まあ日本よりかは結構オフな気持ち。とりあえず健康食品の1回目の販売が終了したら、ちょっとゆっくりしたいなって思ってます。今日ね、ジム入会しに行こうと思って見学行ったんですけど、なんかあんまりどこもピンときてなくて、でまだジムに入会できてません。でも明日からダイエットを始めるっていう気持ちです。やっぱりさ、なんでジムに行きたいかっていうと、トレッドミルで有酸素するのがすごく自分的にも合ってるなって思ってて、ただただ平面を歩く、普通に歩くのと、トレッドミルで傾斜をつけて歩いたりするっていうのは全然効果が違うなって思ってるので、そのトレッドミルがしたいっていうのが結構ありますね。トレーニングもやっぱり家トレとジムトレやったらちょっと体は変わってくるかなと思ってます。で、私はやっぱジムに行った方がモチベーション上がるんで、なんかジムはマストで行きたいなって思ってます。で、今日の食事内容としては、私ね、この1ヶ月間パンが美味しすぎて小麦中毒かなってぐらいパンを結構週に 3,4 回は普通に食べてました。パンは昨日で終了にしました。だから今日はうどんと白米で炭水化物を取るっていう感じに徐々にね、戻していってます。食事はね、やっぱり急に戻しちゃうと反動で食べちゃったりストレスになっちゃったりするんで、まあ、切り替える時はもう徐々に緩やかに切り替えていく感じ。最近は炭水化物はかぼちゃを取り入れてみたり、さつまいも取り入れてみたり、そんな感じにするようにしてます。なんかね、急に切り替えると気持ち的にもしんどくなるから、皆さんもよかったら徐々に切り替えていってもらえたらなと思います。はい、ということで今日はこんな感じで、私がダイエットを再開する前の一日のルーティン動画みたいな感じでした。まあ、皆さんのご参考になれば嬉しいです。じゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。バイバーイ。